小屋とは小さくて簡単な作りの建物。小屋の基本の意味は小さい建物であり、結果として一般的には小さくて比較的簡素な作りの建物を指している。様々な小屋があり、使用目的や設置場所などで分類されている。小屋の中には簡易的な住居として利用されるものもある。小屋の内部空間は比較的小さいが、 例えばアメリカの森林や山奥、また、日本の里山などで、小屋を建ててかなり快適に暮らしている人もいる。ただし、他人数で長期間住むにはあまり向かない。考古学的には、最古の小屋とは、フランスの地中海沿岸部にあるテラ・アマタ遺跡であり、約38万年前のもので、火を使った痕跡もあり、時代的に考えて、ほモ・ハイデルベルゲンシスが作った可能性が高いとされる。 様々な工法があり得る。地中海地域や欧州では、伝統的には壁を構造体として組み立てる方法が建築の基本中の基本であるので、壁を作り、その上に屋根を乗せるということになる。例えば、基礎の上に丸太の一部を削っておいて、それを積み上げて壁を作り、その上に同じく丸太で屋根構造を作り、その上に雨を防ぐ素材並べる。 あるいは、石を積み上げて、壁を作り、その上に、木材で、屋根構造を作る。極東アジアでは、軸組工法の方が広まったので、小屋作りでもまず木材ばかりを組み合わせて、骸骨のような構造体を作り、取って付けたような壁を足すという方法が取られることも、多い。20世紀後半以降は、プレハブ工法を採用し、工場で作られた部品を人ぞろい用意しておいて、 まとめてトラックで現場に運び込み、プラモデルのような感覚で、わずか数時間半日程度で組み立てる手法もある。さらに近年では、あらかじめ会場コンテナを加工して、扉や窓などをつけておいたものをトラックで移動して、ただ下ろすだけで小屋として、設置完了という方法もある。小屋の内部は分割されず、部屋数が一つまたは二つのものが多い、稀に分割される場合でも、 一般的に言うと、部屋数は少ない。小さくて簡易的で素朴な建物を、小屋の意味の基本なのであるが、様々なものを、小屋に例えることもある。日本人の多くの人々が住んでいる家屋が、うさぎ小屋と例えられることもある。大きなウェブサーバーや、大きなウェブサイトの中に、一個人が設けた、小さな領域を、小屋と呼ぶ人も一部にいる。また、修行などの個人事務所において、 質問を行うための小さな部屋を小屋と呼ぶ人も一部にいる。1979年、欧州諸友同体が出した対日経済戦略報告書の中で、日本人の住居がラビットハッチと表現されたことから、日本の住居は欧米に比べて、強唱という意味で広まった。だが、原文はフランス語のケージ・エイラ・ポーンで、これはフランスでは集合住宅を指し、 確一的なという意味がある。この言葉を英訳するときに誤って狭いという意味でラビットハッチを当てたことで日本の住居は狭いという誤解が広まったとする説がある。実際には住宅産業新聞社住宅経済データ集によると持ち家、借家を合わせた1個当たり床面積の国際比較では日本は95平米であり米国より狭いもののフランス ドイツとはあまり変わらず、英国よりは広い。また、別のソースでは日本は同様の国際比較で世界第5位に位置し、1位の米国などより狭いものの、フランス、英国より広い。日本の住宅面積を客観的に言い表すならば、よく言われる、欧米より狭いではなく、アメリカよりは狭く、欧州主要国と同程度となる。第一輪、小屋、日本では、 全集で、座して繁盛、伏して一条などと言い,い、また、俗に、起きて繁盛、寝て一条や、座って繁盛、寝て一条などとも言い,い、生きるということであれば、実際には、小屋程度の空間があれば、工夫しさえすれば、人間は快適に生きてゆくことができる。また、用の東西を問わず、消欲地足で幸せに暮らしている人々がいる。 一つには EC の対日経済戦略報告書において日本はうさぎ小屋に住む仕事中毒者の国だと記述されたと理解されたからである。ただし小さく狭い家と訳すのは語訳だという人もいて本来は集合住宅を指す用語だったという人もいる。口実。なおアメリカでは郊外に家を持つ人々では 確かに通常広い家に暮らしている人は多いが、大都市では家賃は高く、狭い部屋に住んでいる人々もいる。日本でも田舎では昔から現代までかなり広い家屋に暮らしている人々もいる。日本は世界で大難易ありがとうございます。